韓国では、国内で完治後再び新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受けた患者について、それは再感染したというよりは、まだ身体の中にいたウイルスが再び活性化したという事例であると貿易当局は見ている。韓国の疾病管理本部、中央貿易対策本部のチョン,ン,ョン本部長は今日の定例会見で、 手グ地域で18人、慶なお南道地域7人など現在まで韓国で計51人ほどの再陽性の事例が発生したことを把握している都市、隔離解除後、短い時間内に再び陽性が確認されたが、再感染というより再活性化と見ていると語った。張本部長はまた、 現在まで感染または隔離解除を決定するのに実施している既存の診断検査方法で十分であると思うとし、より総合的な調査を通して採用性の原因、採用性時の変化や危険要因などを総合分析するようにすると語った。